安倍の橋ターミナルビルは、かつて、大阪府大阪市安倍の区安倍の筋一丁目に存在した複合商業施設である。現在の安倍のハルカスの前身である。大阪安倍の橋駅の駅舎や近鉄百貨店などが入居する本館と、新館、天王寺とホテルが入居する東館から構成されていた。安倍のハルカスは、近畿日本鉄道の前身である。 大阪鉄道が1937年より営業を行ってきた旧本館の建て替え計画であり、建築規模は高さ300メートル、延べ床面積21万2000平方メートル、地上60階、地下5階である。2014年3月7日に竣工し、全館が開業した。工事中の2012年8月時点で高さ300メートルに到達し、 横浜ランドマークタワーの高さを抜き、日本一高いビルの称号が大阪に移った。2006年の秋頃から旧本館の建て替えについて、具体的な検討作業が始まり、計画当初は高さ制限が295メートルの制限区域に入っていたため270メートル前後の高さだったが、航空法の改正により制限がなくなったことを受け、 日本一の高さとなるビルを建設する計画へ変更し、同年8月8日に総事業費約1300億円をかけ高さ300メートルの超高層ビルに建て替える計画を発表した。解体前の旧本館に、改築写真右半分の西側部分はすでに解体され、安倍のハルカスに改築。写真左半分の東側部分は安倍のハルカスウィング館としてリニューアルされた。 ありがとうございます。